receta. ただいま。箱、ヨドバシの箱、開けちゃおう。 ゲームウォッチ、フリビューしていくぞ。おお、透明なプラスチックがこうやって包んでちょうど合わさってる。裏のズームクッパとスティーブが出てくる。おお、ここにさらわれたビーチシーンの付き物。これが何もつけてないだろ。 ボーディング、裏説明。これマリオのね、発売日だから。この金色のパックから出てきた。てってりー、ピカピカ。こっちか。ピカ。これが十字キー、 そしてこれが AB ボタン。そしてこれのちっちゃいやつがゲームボタン、タイムボタン、ポートセットボタン。があるこれが電源、これが充電ケーブルを挿す穴、これがスピーカーかな。裏側には何もない。昔にゲームウォッチはあったけどね。 これが昔のゲームウォッチとの比較。こっちがいい、こっちも昔。分厚さもほぼ一緒だよ。もう一応ちょっとボタンの構成が違う。で、こっちがこんな感じ。大きさ比べをしよう。スイッチが一番でかい。 ボタン押してみようかな。ゲーム、このボールってやつ遊んでみようかな。始まった。お、このゲーム。 速くなった気がする。やば、ここか。難しいなこれ。マリオがやってる。あ、じゃあスーパーマリオやってみよう。 どうぞ。よし、全部壊した。くれた。
こいよ、カシュカシュ。コールコール。一日経った。終わり。どれよりも画面が綺麗。軽い。時計が面白かった。それでは今回はここまで。また見てね。バイバーイ。見てくれてありがとう。